どこの配信者学んでんだろうな。デッドバイは配信者は間違ったことを全部言ってるから、ほとんど間違ってるから。ゲート前屈伸運動とか、あとチェイズレ勝つとか、呆れてるから。チェイズレ勝つは正確にいらないから。みんなで力合わせればチェイズいらねえから。一人だけのチェイズなんかいらねえから。みんなで役割分担してそれなりのチェイズをみんなで頑張ればいいだけ。終わり。まだステルスキラーなの？あ、違うわ。あれ？マジで驚くわ。ねえ、ウルレア使ってんじゃん。こんなのしかいねえんだよ。罠解除したらウルトラレアとかこんなのしか使わないんだよ。マジでムカつくで、元気な右にやったら。まともなキラーがいないの、さっきから。キャンプをやるとか。キャンプをした時点で、さっきのクラウンは反則行為が発生してるんだから、クラウンが反則負けなんでしょ。ウルレア使ってるやつも、参考試合。反則とは言わねえけど、参考試合。ウルトラレア使ってる時点でもう参考試合。ウルレア、ベリーレアを使った時点で参考試合。キャントンは反則行為。モラル、マナーの問題。さっきのクラウン。人間性の問題でアウト。別に、ベリーレア、ウルレア使うのが人間性の悪さっていうではないっていう。自分が強くなりたいだけでしょ。さっきも言ったけどさ、サッカーで0対3から始めるのと、野球も1回の表から0-7で始まるのと同じだね。不利でしかないじゃん。全然。どこに罠仕掛けなくて。で、あれなんだよ。ウルレアなんだよ、これ。マジでムカつくよ。マジでムカつくよ。ゲームになんねえだろ、こんなの。ウルトラレアおいで、どうせランダムか何かが。はい、紫の砥石はないから、どうせ30秒ランダムつけてる。あ、これはもう参考試合だよ。キラーの反則行為に、もう準反則行為に匹敵するよ。そりゃそうじゃね？野球やってて0-7から始めてください。ムカつくじゃん。ふざけんじゃねえと思うよ。ゲームになんないんだけど、次のゲーム行く？こんなゲーム喜んでやってるからね、モバイルがね、ウルレアばっかりだったら俺はもうやりきなくなったっていうか、やりたくなくなったっていう。面白くもなんともねえじゃん。誰がこんな難易度高いのやりたいのっていう。修行僧じゃねえんだわ。軍隊パーティーじゃねえわ。もう100連勝してるとかわけわかんねえ。
軍隊パーティーじゃねえわ、普通の人は。楽しみたいだけなんだもん、野良の人。楽しみたい、楽しみたいのに楽しめない状況を作られてる。マジでムカつく。準参考試合、参考試合よ、これ。別に反則負けとは言わないけど。クラウンのやつは反則負けだよ。さっきのは。人間性とかモラル。だから、セーブルボードもリージュも大概にしとけって話だけど。あ、クラウンはまあ論外だから、いちいち言わないだけだけど。これは反則行為っていうか別に使ってもいいもんだから。ただ、それを使われたら野良でやっぱ対応できませんって話。難易度が跳ね上がるんで。見てる人はだから、ウルレア使われてるから仕方なくこんな展開になってるっていう。本来は僕らの勝ちなんです、使ってなければ。惜しい試合まで行ったらそういうことなんですよ。初めに、サッカーで03から始めろって言ってるのマジだよ。理不尽極まりねえだろ、まず03から始めろって。舐めてんじゃないって話だろ。回復手段があるかもしれない。ポチしてる。コツイブ回してからいい。ガズリされたら無視。ないな。ないな。回復したいのか。罠についてる人らしいから、回復してあげたいんだけど。ガズリされたら偉いこと。やめよう。ガズリが一番やばい。ベルモンドには独自頑張ってもらう。もうあれになってるし。あれだよ。分かってるじゃん、本格状態。申し訳ないけど2視点で回す。下に動かないで確定の勝ちを取る。ベルモンドに託す。罠もなんか解除できてる人だから多分そんなに救助ミスしないんじゃない。罠にかかんなければ多分来ない。おそらく気分の方に行ったんだからなおさらここ回す。オッケーオッケー、こういうあのギリナドイにやった方がいい。頑張ればもう回せる範囲に。この方が無理。あのそして4人いる状態ですね。最悪の状態だ。ノーマンチェックします。
ノーマンチェッカーヒロちゃんが頑張りまーす。ないです。やばい近づり絶対嫌だな、近づり多分もうほぼ負け確定だな。ありがとう、セイル。これや、これや、ヒヨちゃん、出てこない、スパース。よし、私がいるチームと私がいないチームは、私はちゃんと肩上げトルーサインをしたけど、残り二人がやばかったっていう。同じエリアにいてやられたっていう。私がいれば勝っちゃいます、すまないように。はい、よかったです。やはりダブルウルトラレアだね。やはりね。